記憶装置。記憶装置は、コンピュータが処理すべき、デジタルデータを、ある期間保持するのに使う、部品、装置、電子媒体の総称。記憶という語の一般的な意味にも対応する、英語としてはメモリ、である。記憶装置は、情報の記憶を行う。他に、記憶装置に相当する英語としては、ストレージデバイス、というものある。デジタルコンピュータは、日地法。 バイナリのデータ、すなわち、ビットを扱う。テキストも数値も画像もコンピュータの内部ではビットである。ビットは、それがいくつか集まった単位でまとまって扱われることも多い。よく使われる単位にバイトがある。バイトは、ほとんどの場合、8ビットである。コンピュータが情報処理するには、一般にデータを一時的に放置する必要があり、そのための機構がメモリである。メモリがないと、 コンピュータは決められた処理を行って、結果を即座に出力すことしかできない。例えば電卓は、極わずかなメモリしか持っていない、ディスプレイに表示される、桁数の数値の2個分、あるいは3個分程度。DSP では、プログラムと相関を取るなどの期間の情報さえ保持できればよい。それに対して、汎用のコンピュータは、いわゆるプログラム内蔵方式であり、理論でいう、 計算可能なあらゆる計算を処理できるが、それに対応するプログラムを保持するだけのメモリが必要であり、計算の途中経過を保持するためのメモリも必要である。理想を言えば、最高速のメモリがたっぷりあることが好ましいわけで、あるが、コスト上の理由や物理的な実装の制約、インターフェースの限界などにより、小容量で高速のメモリと、 大容量で低速のメモリを組み合わせ、それらを適宜やりくりしなくてはならない。またインターフェースについても、冷点子、遅延及びスループと対域のものの点で、高性能な接続と低性能な接続がある。結果として、一般的に CPU を頂点としたピラミッド上のモデルとなる。レジスタは、プロセッサ内部にある。 最高速だが数がごく限られた記憶装置である。一時記憶装置、または主記憶装置という語は、プロセッサが直接アクセスできる記憶装置を指す大雑把な分類である。プロセッサはそこに格納されている命令を常に読み取り、実行している。頻繁に操作しているデータも同様の方法でそこに格納されている。初期のコンピュータでは、水銀遅延線、 ウィリアムスカン、次期ドラムメモリが一時記憶装置として使用された。1954年頃、次期コアメモリがそれら信頼性の低い手法にとって変わった。集積回路の集積度の向上により、半導体メモリが実用的になり、次期コアメモリに変わって主流となった。IBM のメインフレームの場合、1六十四年発表のシステム百六十ではまだ、 コアメモリ1970年リリースのシステム370では半導体メモリである。また現在のランダムアクセスメモリーラムはほぼすべて半導体メモリである。メインメモリはメモリバス経由で CPU と直接または間接に接続される。メモリバスは実際にはアドレスバスとデータバスで構成される。CPU はまず アドレスバスにメモリアドレスと呼ばれる数値を送り、アクセスしたいデータの位置を指定する。次に、データ本体の読み書きをデータバスで行う。場合によっては、CPU と一時記憶装置の間にメモリ管理ユニットがあり、仮想記憶という抽象化などのタスクを実施する。一時記憶装置で使うラムは揮発性であるため、それだけでは電源を入れたときに、 CPU が実行する命令を読み出すことができない。そこで小さな立ち上げ、プログラム、BIOS の格納された、不揮発性メモリを使って、ブート処理を行う。ブート処理では、不揮発性の二次記憶装置からより大きなプログラムをメインメモリに持ってきて、それを実行する。ここで使われる不揮発性メモリを、リードオンリーメモリと呼ぶ。ROM と呼ばれるメモリは、 実際には、リードオンリーではないことが多く、更新が可能である。しかし、書き込みは遅く、再書き込みの前に消去する必要がある。組み込みシステムではプログラムを書き換えることが少ないため、ロム上のプログラムを直接実行することがある。普通のコンピュータではロムに BIOS などの単純なプログラム以外を置くことなく、プログラムは、不揮発性の二次記憶装置に記憶しておくのが、 一般的である。前述した通り、英語では一時記憶装置はプライマリーストレージだが、最近ではストレージの意味が日本語での用法に近い場合があるため、プライマリーストレージが本項目で言うところの時記憶装置を意味する場合も出てきている。二時記憶装置、または補助記憶装置は入出力チャンネル等を使ってアクセスされる記憶装置を指す。 大雑把な分類である。データは一時記憶のバッファーとの間で転送され、利用される。二時記憶装置は、電源が切れてもデータが失われない、不揮発性である。また、価格も一時記憶装置に比べると桁違いに安価で、ある。結果として、現在のコンピュータは一時記憶装置よりも大容量の二時記憶装置を備え、そこにデータを長期間記憶しておくことが多い。 現在のコンピュータは二次記憶装置としてハードディスクドライブを使うのが一般的である。ハードディスク上のデータアクセスにかかる時間はミリ秒単位である。一方、ラム上のデータアクセスにかかる時間はナノ秒単位である。これはハードディスクが機械的に稼働、回転する装置であるためでメインメモリと比較すると約100万倍遅い。CD や DVD などの高額ドライブはさらにアクセス時間が長い。二次記憶装置に使われる他の技術としては、フラッシュメモリ、USB メモリなど、フロッピーディスク、磁気テープ、紙テープ、パンチカード、メインメモリとは異なるラムディスク、ZIP ドライブなどがある。三次記憶装置は、記憶装置の第三の階層である。典型的な例として、 ロボット機構を使って必要に応じて記憶媒体をドライブに挿入したり除去したりする装置がある。データは使用する前に2次記憶装置にコピーすることが多い。これは主に滅多に使わないデータの保管に使う3次記憶装置は2次記憶装置よりもさらに遅くアクセス時間は数十秒レベルである。コンピュータが3次記憶装置から情報を読み取る 必要が生じると、まず、カタログデータベースを参照して、必要な情報を格納しているテープやディスクを特定する。次に、ロボットアームにコンピュータが指示して、その媒体をドライブに挿入させる。コンピュータが情報の読み取りを終えると、ロボットアームが媒体を元の場所に戻す。オフラインストレージとは、CPU の制御下にないストレージである。 その記憶媒体は二次記憶装置か三次記憶装置として書き込まれ物理的に外されたり除去されたものである。つまり再びアクセスするには人間が媒体をドライブに挿入したり装置を接続したりする必要がある。三次記憶装置とは異なり人間が介在しないとアクセスできない。オフラインストレージは物理的なデータ転送手段としてよく利用される。また ディザスタリカバリのためにバックアップを遠隔地に保管する手段としても有効である。オフラインストレージは情報セキュリティの観点からも重要であり、物理的に即座にないようにアクセスできず、コンピュータを使った悪意ある攻撃からも安全である。また、保管目的で情報を記憶させる場合、ほとんど滅多にアクセスすることがないなら、3時、記憶装置よりもずっと安価に保管できる。 最近のパーソナルコンピュータでは2次記憶装置や3次記憶装置として利用される記憶媒体はオフラインストレージとしても利用できるものが多い。光ディスクやフラッシュメモリが代表的だがリムーバブルのハードディスクドライブもある。企業においては磁気テープが比較的多く利用されている。古くはフロッピーディスク、ZIP、鉱磁気ディスク、紙テープ、 パンチカードなどがあった。記憶装置を分類するいくつかの特性がある。特性には、気発性、不気発性、ダイナミック、スタティック、書き換え可能、不可能、破壊をみ出し、非破壊をみ出し、アクセス方式、アドレス指定方式などがある。また、容量と性能は重要なスペックである。なお、ラム、ランダムアクセスメモリーは、本来は、 上記のランダムアクセスのメモリという意味だが、もっぱらロム、リードオンリーメモリーに対するものとして、ランダムアクセスで書き込み可能という意味で使われている。本来の書き込み可能という意味では、RWM、リードライトメモリーという表現もあるが、ほとんど使われない。SRM チップでは、8ビットや16ビット単位のチップが多い。それに対し、古くは、 d ラ a m チップは1ビット単位であり、8個や16個並べて実際のメモリを構成していた。そのため、コンピュータ業界ではバイト単位がもっぱらであるのに対し、メモリ業界ではビット単位が使われることも多い。現在でも d ラ a m チップは4ビットか8ビット程度と、比較的少ないビット数のものを並べて利用している。また、データの転送方法についてもバリエーションがあるところで、 非同期 SRM のように単純にアドレスを印加すればデータが出てくるといったものから DDR Staram のように複雑なプロトコルを持つものまでいろいろのものがある。容量単位は一般的な距離や速度を表すものと異なる特殊な単位と使われ方をする。2018年現在よく使われている記憶装置技術としては半導体、磁気、光学があり、紙も 限定的に使われ続けている。他にも、かつて使われていた記憶装置技術や開発が進んでいる新技術もある。半導体メモリは半導体による集積回路に情報を格納する。半導体メモリには数百万個の微細なトランジスタやコンデンサが集積されている。揮発性と不揮発性の半導体メモリがある。現代のコンピュータでは 一時記憶装置にはほぼ必ずダイナミックな揮発性半導体メモリ DRAM を使っている。21世紀に入った頃からフラッシュメモリと呼ばれる不揮発性半導体メモリがオフラインストレージとしてシェアを伸ばし続けている。不揮発性半導体メモリは各種電子機器や特殊なコンピュータの二時記憶装置としても使われている。次期記憶装置はディスクやテープの表面に塗布された 磁性体の自家パターンを変化させることで情報を記憶する。磁気記憶装置は不揮発性である。情報へのアクセスに一つまたは複数の読み書き用ヘッドを使う。ヘッドには電気信号と磁気信号を相互に変換する変換器がある。ヘッドは媒体表面のごく一部にしかアクセスできないのでヘッドや媒体を移動させることでデータにアクセスする。現在のコンピュータでは 以下のような磁気記憶装置がある。初期のコンピュータでは、磁気ドラムメモリ、磁気コアメモリ、コアロープメモリ、薄膜メモリ、磁気バブルメモリなどが一時記憶装置としても使われていた。また、磁気テープは二次記憶装置として使われることが多かった。光ディスクなどの光学記憶装置は、円盤表面の性質を変化させることで情報を格納し、 半導体レーザーを表面に当てて反射光を測定することで情報を読み取る。光ディスクは不揮発性である。表面の変化が永久的なもの、読み取り専用媒体、一度だけ変化させられるもの、ライトワンス媒体、何度も書き換え可能なもの、リライタブル媒体がある。次のような形式がよく使われている。三次元光ディスクも提案されている。蛍光多層ディスクは、 C3D が開発した新技術。三次元光ディスクの一種だが反射光ではなく蛍光を使用するため従来はせいぜい2層だった記録層を100層にできる。は、表示性の表面の磁場の形で情報を記憶するストレージである。読み取りは光学的に行い、書き込みは磁気と光学を組み合わせて行う。光磁期ディスクは不揮発性で、 シーケンシャルアクセス式で書き込みは低速だが読み取りは比較的高速である。三次記憶装置またはオフラインストレージとして使用する。紙による記憶媒体としては紙テープやパンチカードがあり、コンピュータ例明期から広く使われてきた。情報は紙に穴を開けることで記録され、機械的または工学的に穴の位置を知ることで情報を読み取る。 二次または三次記憶装置はコンピュータネットワークを使ってコンピュータと接続することもある。一次記憶装置ではそのような概念はふさわしくないがマルチプロセッサでメモリを共有するのも多少それに似ている。大量の磁気テープまたは光ディスクや光磁気ディスクを自動化された三次記憶装置に格納したものである。磁気テープの場合はテープライブラリー。 光ディスクの場合は、光ジュークボックスあるいは光、ディスクライブラリー装置などと呼ぶ。最小構成の装置では、装置内にドライブは一つだけで、オートローダ、またはオートチェンジャなどと呼ばれ。ロボット型ストレージの場合、多数のスロットがあって、そこに媒体が格納されており、ロボットアームがそれをピックアップして、組み込みのドライブに挿入する。 スロットの配置とピックアップ機構が性能に影響を与える。重要な特性として拡張性があり、スロットやドライブやロボット機構を追加できるようになっている。テープライブラリーの場合、10から10万スロットを有し、テラバイトからペタバイト級の情報を格納できる。光ジュークボックスはそれより若干小規模で、せいぜい1000スロットである。ロボット型ストレージは、 バックアップ、画像やビデオなどを大量に保管する必要のある業界、医療、映像産業などで使われる。階層型ストレージ管理は、このようなストレージ装置も含め、自動的にデータを適切なストレージ階層に移動させる手法である。低い階層に格納してあるファイルが必要になると、自動的にそれを上位のハードディスクなどに取り出すことができる。5、おさむき。